はい、えー、トンボさん当時の鶴橋、えー、京橋界隈は外国の方も多く住んでいて、えー、地方から出てきたことがバレにくくうん同居の人づてで,で仕事を見つけやすかったらしい、えー、例えば大阪市内の古屋さんはもと例えば金沢出身が、えー、そうなんですね。で,ーんで鶴橋に住んだんですかね分かんないですけどね。 あ,あーならしちゃったわー、はい、おならもさそろそろ出てきたのでねはい皆さんはい定時になりましたん今1時間4分やっておりますのでね <laughs> はい皆さんあ歌うとてトゥンチッケトゥンチッケトゥンチッキン」「トゥンチッケトゥンチッケンチキン」「そろそろ終わりましょうどうすごいは疲れました」 容疑坊が待ってますでもまあカボチャそろそろ食べましょうはい皆さんそろそろ終わりですよ儀式が始まったわドスコイ生足終わるにはね儀式がねいっぱいある,あるんですねんただお昼はその蛍の光あのまサヨル歌はないのでね ミュケムさん、えー、おならも出てきたのでねでなんだおならも出てきたので、ね、<laughs> うんまああのお尻お尻さんがねもうもう終わろうぜブーって,って言ってんですよ。うん、はいということでドスコイ太陽がね昇ります。いはい皆さん今日もに、ね、来ていただいてありがとうございました。うんとあれえマ、まあ、マイカさん先日関西の漂白売って出てておっと思った奈良県川上村の竹でしたああそうなんですね。 大阪の竹は多分あそこだけなんじゃないの分かんないですけど。うんはい、ってことでえー、っとちょっとよいしょはい皆さんよいしょ、はい、はい「どすこい太陽が昇ります」「ああしい朝が来たどすこい太陽が沈みます」。 ということで皆様今日もねお昼の生配信来ていただいてありがとうございました。うん、またあの明日は10時からやりますからね。さようなら。